ハロー、アサギーニョです。今回は3本目の動画です。まあ第1本目、2本目、3本目とこう見てくれているみんながいるということは、ちょっとでもこうクスッと楽しんでもらえてるかなと思うんやけど、今回の3本目ではもう今まで見たことないホテルに泊まることになったんです。それが一番の見どころ。もうマジでみんなが今こう想像している多分 3,4 倍やばいんじゃないかなってうち的には思うから、それはぜひ見てほしいです。もううちらの素で興奮する姿が見れると思うので、それでは超絶やばいホテルに泊まるうちらの興奮をとくとご覧あれ。おはようございます。おはようございます。本日は雨をやませばいいやんな、とりあえず。そうそう、簡単なことやで。せーの、ねえ、晴れるから。なあ、昨日もやんな。よし、じゃあ今日の富士可愛いな。そうやろ、見て、お互いめっちゃ可愛い。なじゃあ、このホテルにお別れをして2日目楽しみたいと思います。今よろけたよね。磯の香りがするな。うちらの祈りのおかげでカヤックは乗れることになりまして、カヤック場に来ました。アネハセヤー。2人一緒に乗る？1人いや、2人一緒に乗る。別々で乗ります。イエー、トゥギャザー。イエー、ノーセパレイト。ノー、トゥギャザー。デー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 でこけんといてや。こけるなよ、こけるなよ。こけました。じゃあ行きますか。はーい。おー、左。あ、濡れるな、これちょっと。落とせた？あかん。絶対あかん。雨の日でも透明ってことは晴れたらもっと綺麗やもんな。このわかめってさ、普通に食べるやつかな。食べれんじゃん。マジ？今食べれるかな。食べれるやろ、やっぱ海のものやから。ほんまに？これいつも食べてるやつ。そうや、食べていいかな。いいよ、海藻ミネラル豊富。どう？あんまりかも。はい、ギニャ一緒に食べよう。はい、頑張れギニャ。もっともっと一緒に行こう。おいでくれ。バレた？おい、なんでわかった？姫任せてください。任せてください。やめて、もう危ない。任せてください。ゆったり素敵なロマンチックな時間でした。ここら辺で一発落ちとこ。やめて。次なんだっけ。アメロだ。迷路に行きます。迷路楽しみよな。いや、迷路やったことない、初めて。あ、そう。夜まで迷ってるかもしれん。あ、3200円。めっちゃ可愛い。レインコートを買いました。雨が降ってきたからね。どう、似合ってる？うん、似合ってる。罰ゲームが決まりました。はい、まあ、ゴールはちょっと高いところにあるんやけど、チェジュへの感謝の気持ちを大声で叫ぶ、そしてその気持ちをダンスに表現する。絶対やりたくない、マジで。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。キュン。絶対負けへんからな。俺は一直線にゴール、迷路のゴールを向かい、かつ猫にキャットフードをあげ、幸せを与えながらゴールを目指すことにする。私は猫に餌なんてあげない。それよりゴールを目指す。お前、そんな奴はきっと道に迷って草に埋もれるがよい。ここも運命の分かれ道やな。待て、ひなこっち行く。いや、やっぱりひなこっち行く。なんかそっちの方が近い。よし、じゃあな。勝利の鐘を鳴らさせていただきます。おっさん迷ってんな。おいしいね。あ、銀の来た、銀の来た、銀の来た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 。
来た。で、髪鳴らして。あ、鳴らしました。ギニョイエーイ。めっちゃ疲れた。ギニョ、あれやな、じゃあ。え、負けたってことは。罰ゲーム、やらなあかんね。じゃあ、ギニョ、お願いします。セットダーニョった最高、うん、取れてる、最高ナイスファイト。チェジュ島のみかん信じてるから、信頼しきってるから絶対濃縮されてない甘さが。一口でいけるって、このサイズ。あ、おいしい。うおぉ、馬野放しなんやけど。でも草すごい蒸して食べてる。もう見て、体パーマ当たってる。体がすごい。みんなこれぐらいカールかけたんや。え、めっちゃ似合ってんやん。似合ってる。やばドキドキ。おー、かわいい、かわいい。すごい。サダギン。どう？やば。行くよ、怖い。ちょっと怖い。よいしょ。ありがとう。すごい。おお。すげえ。かっこいいな。馬で移動したいわ。あ、ライト、ライト、ライト。いいの？うわあ、すごいな。馬初めて乗ったかも。すごい。体幹が鍛えられる。あ、うんちです。あ、うんちしてますか？うわあ。うんちしちゃった。どん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 。みんなに寝てんのよな。ねえねえ、ちょっと待って、考えてや。うちが通るんだから。いやどうでしたか、姫。一匹私のお家に連れて帰ろうかしら。連れて帰る。可愛かったな。可愛かった。まだ乗りたい。乗りたい。次走りたいな。うん、走りたい。経験者。でも雨降ってきたわ。やっぱうちらすごいな。いえ。天気。痛い。慣れてないよ。おはよう、着きました。姫、こちらでございます。見て、でもこのガラスもちょっと青っぽくて立ち仕様になってる。うわめっちゃいいね。え、もうお腹減った、やば。着きました。え、早くない？早い。マクドリーね。マクドリーが早い。わー、おやすそう。ありがとう。いろいろありますから、どうぞ。いただきます。どうぞどうぞ。待って、どこ置くの？やばい、めっちゃでかい。ビッグサイズ。うおー、かっ、ちょっとやばいな。拍手が鳴りやめなくなる。すごい、すごいね。わー、すごい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 。あ、いいな、いいな、いいな。あー、めっちゃうまい。このうまさはマジやばいって、これ。うまー、やばいやん。とても美味しいわ。あ、姫ついとん？もうついてた。ついよ。うそぴょーん。今ね、アサギーニョがトイレの方に行ったんで、今急いでゴキブリ取ってきたんで、これね、入れたいと思います。どこがいいかな。おこげの中にこれ入れちゃいました。さすがにビブルですよ、もうね。お楽しみにしててください。来ました。うまっ。おこげがうまいな、やっぱ。来ました。おこげちゃんと食べた？え、もうやだ。大丈夫。もうやめや。わあ、美味しかった。満腹。今からデザート、スイーツを食べに行きます。何のデザート？マンゴー。いや、マンゴーさ、果物の中で一番好き。まだ出た、一番。バイバイ。かわいい。
すごい。チェジュ島発祥のお店なんですって。アニョハセヨー。テーブルも可愛い。うちもここに絵を描きたくなっちゃう。かきやこんなことできるん？できんで。もっとできる？もっとできる？あ、もうそれかわいいよ。いつも通り。もっともっともっと。もっとこうで左右にこう、胃が回ってるの。あ、すごい金髪、綺麗やな。あ、来た。うわぁ、これ。これ、あの、インスタ。ディップするのかな。あんこ？餅、ちっちゃいプニプバニラ。あー、これはたまらんだ。これはたまらん。できまーす。いただきます。やばいな、めっちゃうまそうやな。何が入ってんの中に。あ、かき氷じゃない。なんやろな、ちょっとサラサラやで、だってほら、粉みたいに。いや、もうめっちゃうまい。うんまっ。もうめっちゃ美味しい、この氷。いやいや、もういい。これめっちゃ美味しい。もうお前もういいから。なんか言う。めっちゃ美味しい。見て、だってな、見て、触っていいですか。え、見て見て、粉みたいな感じで。これやばい。かき氷、今までで一番出ました。マジ、はい、すぐ一番、うん、今日一番何回出てんの。もうあんたが出したんじゃん。美味しい。美味しい。絶対食べた方がいい、これ。お餅と、あんこも入れる。あんこもある。もう見てて分かる。うまい。うまい。うまいです。なんか余計強くなった気がする。やっぱり2人の力じゃないとダメですね。ねえ、今から晴れるよ。今風が晴れる。ほんまに晴れてきた。え、マジ晴れてんやん。すごいな。え、雨やんなくない？青空が出てきました。わー、空晴れてる。晴れてる。次はどこに向かわれるんですか？次はホテルです。ホテル。ちょっと早めにホテルに戻りたいと思います。楽しみにしていきます。え、ここ、これ美術館ですか？え、どこからどこまでが泊まるとこ？全体。全体これです。ついにオープン。これはやばい。こんな感じです。お待たせ。テレビなんで。やはープールの深さ結構そうじゃない。危ない、危ない。でっかいよ、ほんま。あー、トイレまたある。はい。うわ、かっこやばい。これソファーもある。じゃ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 ん。お風呂です。めっちゃ広ない、お風呂。ここで体洗って、そのまま肌見た。すごいな。すごい。どこでも寝れるな。さあ、これ想像絶するぐらいやばいわ。ひな、これ、こんなホテル一生に一度か二度泊まれるか泊まれないかのレベルでございます。ほんまにやばいんやけど。これ一週間ここで過ごせるね。なんか、え、一週間住んじゃったら他の家住めなくなるよ、こんなん。どうすんだ。観光してる場合じゃない、うん、観光してる場合じゃない。ここここみっちり1週間調べないと。それぐらいよ。1週間楽しめるわ。ほんますごい。というわけで、今回のチェジュ島は3日間なんですけど、2日目が終わりまして、明日は残すところ数時間しかチェジュ島におれません。やだ。でもすごく楽しい旅を過ごしましたよね。うん、ほんまに心から楽しい。すごい、今日のホテルここめっちゃ良かった。じゃあ、
このホテルすごく満喫したし、あと残すとこ1日、はい、全力で楽しんでいきましょう。よっしゃー、うわー、早いので寝ます。おやすみ、見てくれてありがとう。また次の動画も見てねー。バキン、最後まで見てくれてありがとう。なんかね、もう載せきれへんシーン多すぎて、他のチャンネルでちょっとアップしていこうと思うから、あの概要欄ぜひチェックしてください。で、次はもう最後の最終日です。ここまで見てくれたという優しい君は次もぜひ見てくれるよね。いいとも。